今年2月に三原市内では初めての梅の観光園として深町小目地にオープンした満潮梅林。こちらでは明日から梅もぎ祭りが開催されます。豊かな自然に囲まれた三原市深町の小目地山、こちらに位置する満潮梅林のおよそ2ヘクタールの敷地には南高梅、玉栄、梅郷の3種類の梅の木およそ1000本が植えられています。梅の実の大きさは 3,4 センチに成長しており、今がちょうど収穫期を迎えることから、満潮梅林では明日から今月22日頃まで梅もぎ祭りを開催します。祭り期間中は梅の実のもぎ取りのほかに、梅の種飛ばし大会や梅の実の収穫量や大きさを競うコンテスト、また面白い形をした梅の実コンテストなど、ユニークなイベントやコンテストが企画されています。そしてこれらのコンテストの結果は後日満潮梅林のホームページで発表されるそうで、上位者には豪華賞品が贈られます。開園時間は午前9時半から午後4時までで、入園料は無料、ただし駐車料は普通車が500円、バスは1500円です。また収穫した梅の実は1キロ400円で販売されます。もうご覧のようにですね、もう緑がいっぱいで、こう耳を澄ますとですね、ヒバリとかウグイスが鳴いてるわけなんですけれども、皆さんにやはり森林浴を兼ねてですね、この木を実際もいで、自然と直接触れ合うっていうふうなことを思っております。もうここ今ご覧のようにたわわにですね、実がたらーっともう垂れてますけれど、それをこう一粒ずつですね、もう思いで感じてほしいということです。はい、今年の梅の出来はいかがですか？今年はですね、ちょうど、まあ、昨日おとついも雨だったわけですけれども、この近くになって雨がたくさん降ってますので、実太りがよくてですね、玉太りもいい梅になってます。ここはですね、ちょっと高台にあるんですけれど、景色もよろしいですから、でこの自然と触れ合っていただきたいっていうことが主な目的ですので、どうぞ皆さん、自然を楽しみにおいでください。満潮梅林は県道55号、尾道三原線を利用すると、深町の女水館中学高校から400メートルほど尾道方面に進んだ右側で、梅もぎ祭りと書かれた看板を目印に入り口を登っていってください。なお、お問い合わせは満潮梅林 090-1684-0818、 もしくは満潮農園 0848-44-1645 です。